川崎競馬最終レース指数グラフで解説していきます。まず指数は青色の丸になります。この黄色線が連対目安ラインとなります。それでは本命打ちました7番の馬から説明していきます。この馬は3走前と4走前に黄色線を10以上上回っておりますので、能力は十分です。で、この折れ線を見ると、好不調が交互に来ています。これ交互タイプであれば、今回は来ない順番になります。展開面を見ておきます。一攫通過順位はオレンジ色の四角になります。この馬ですけれど、指数のピークは花を切った時か2番手、3番手につけると指数を落としています。なので、花を切ることが必須だと思われます。ここで先行力分析シートを見ておきます。一攫進入予想図ですけれど、逃げ馬は2頭います。先行馬タイプも多数いますので、ハイペースも予想されます。先行力で相当しますと、この7番がダントツの1位ということで、ここは花を切れそうだと思います。次に対抗丸を打ちました1番の馬です。この馬は前走が黄色線上、休養前には黄色線を安定して上回っていました。調子が戻れば、本命打ちました7番以上の評価ができると思われます。で、休み明け後なんですけれど、指数は右肩上がりで調子を戻しています。今回調子戻れば、休み明けの能力を出せると思います。距離適正を見ていきます。距離は紫色の丸になります。今回は戦後です。昨年のレースでは戦六になると指数を落とす、戦後で指数を上げるといった傾向がありました。なので、戦後は適距離だと思われます。次、黒三角打ちました12番の馬です。この馬、当地初戦になります。2走前の船橋で黄色線を上回っています。中央時代は安定して黄色線を上回る指数を出しております。能力は十分だと思われます。で、距離の方なんですけど、今回戦後ですが、これまで戦後以上の経験がありません。なので、ここがリスクだと思われます。その他の馬も見ておきます。白三角打ったのは9番の馬です。前走浦和で好指数をマークしました。ただし、この馬、指数の上下が激しく、信頼しづらいタイプではあります。バツを打ったのは2番の馬です。で、休み明けで前走当地初戦で、これは大したことない指数に終わりました。ここは軽視でいいんじゃないかと思われます。能力偏差値を見ていきます。20枚打ちました5番がランク B。この馬を信頼していいでしょう。この馬からランク C の馬に流しましょう。